こんにちは。今日はこちらの新型ステッパーゴンのエアのガソリンの4駆モデル、こちらのご紹介をしようと思います。でまずワインディングでの走りのインプレッションの前に、簡単にこちらの車のご紹介をしておきます。でこちらはエアなんですけれども、エアのガソリンの4駆なんですけれども、タイヤはトランザの ER33、 以前のガソリン車の FF はグッドイヤーだったんですが、こちらはハイブリッドと同じタイヤを履いています。でかつこちらのランパーもセッティングがまた違う、形式が違うものになっていて、今回は 3T1 という形式のものになっています。そこがガソリンの FF とまた異なるところになっています。でかつ、見ていただくとかなり車高が上がっています。全長でいうと15ミリ車高が伸びていて、このこちらの方の最低地上高は5ミリ高くなっています。で前後同様、前と同様でタイヤブリヂストンのトランザの ER33 を履いています。でハイブリッドとの違いでというと、ここのところの吸音材が使われていないので、雨降った時なんかですと少しこう水しぶきの音だったりとか、砂利の音だったりとか、そういった音が、車内には入ってくるようにはなっています。ですがこちらの方に関してはもう寒冷地っていうところもあると思いますので、そういった作りになっているかと思います。で足回りが違っていて、今回こちらの方はナンパーの形式も違うんですけれども、足の形式も違っていて、でなおかつこれマフラー自体もちょっと変わってます、 FF とは。でこのようにネフがついているものになっていますので、でとデュオン式というダンパーになっています。少し形式が異なるダンパーになっているというところも、今回の走りにどのように進化、どのように違うのかっていうことが、注目されるところかなと思います。あとは静粛性対策っていうところでいくと、ガソリンは基本的に RP ごと私変わってないという認識なんですが、やっぱりその辺はここを見ても分かります。でこのカーペット自体、これフェルト材なんですけど結構薄いカーペットです。これもハイブリッドと全然違う、これ RP ごの時と変わらないやつだと思うんです。あ、でもそんなことないですね。少しやっぱりフェルト材もガソリン車であってもちゃんと分厚いものがついてます。でちゃんと後ろもこのような形で精神剤もハイブリッドと同様にはなっている。ただしホイールハウスの吸音材だけは今回はこのガソリン車にはつけていない。でなおかつここも吸音対策になっているみたいで、これは以前の RP の5のステッパーゴムにはもちろんついていなかったですし、3ももちろんついていないものになっていますので、こういったところを見ていただいても、やっぱりちょっとこう遮音対策っていうのも少しやっているというのはあるんではないかなと思われます。はい、なのでこちらの方を、簡単ではあるんですけれども、今回は高速道路ではなくてこの四駆にふさわしい、峠道、上り下り、ワインディング、その辺を走ってみたいと思います。主に今回に関しては、車の動力性能、それからこういったコーナリングでの騒音性能、それから乗り心地、ハンドリング、そういったところを主にご紹介していこうと思います。はい、で今ちょうどこちらは今秩父に向かう、長瀞に向かう道を走ってるんですけれども、非常に車が軽快です。こういったところでやはりホンダの車の威力を発揮するというか、非常に車が軽快に走ってくる。で今ちょうどこれちょっとヘアピンク感というか少しこうタイトなコーナーなんですけれども、すごく車が、安定してます。で 4WDD なんですけれども、で 15mm 車高が上がってるんですけど、全然車高の高さを感じません。すごく車のロール剛性というものが高くて、でこのダンパーも 4WD 用のセットのダンパーになってるんですけど、すごく足がしなやか で、ガソリン車結構硬いなっていう印象あったんですけども、
全然その硬い印象っていうのが全くこの四駆のガソリンには全然ない。でこういうところでちょっとこうきついなとかちょっと重いなっていう印象すらないです、全然、うん、すごく車がね重いのほか1800キロ台の車とはね覚えないようなそういった、まず運動性能があります。で今これ登ってる上り坂なんですけれども、まあ、こういったところで、エンジン自体のその出力のパワーの足りなさ、トルクの足りなさ、まあ、その辺がどうかっていうところなんですが、まあ、全然重さみたいなものはないです。これも非常に L15C でシビックの今回タービンをま搭載したということもあって、まあ、出力トルクともには変わってないんですけれども、このピックアップという立ち上がりが下級の立ち上がりが良くなったということで、まあ、応答性が上がったということなんですが、非常にねこれ走ってて今こういった峠道なんですけどすごくね楽しいですね、走っててさすがやっぱりこうホンダの車だなっていうか、こうまあ、高須でおそらくこの車もこういったワインディング路でも走らせてチューニングしてるっていうところがおそらくあるとは思いますので、やっぱりねすごくシャキッと感があってしっかり走ってくれる。で思いのほかこれ 4WD、 僕実はホンダの車で 4WD 乗るのっておそらく初めてだなと思うんですけども、すごくやっぱり後ろがちゃんとこう駆動してくれるっていうこともありますんで、後ろがしっかりこう食いついてくれる感、 FF っていうのももちろんホンダの FF も後ろしっかりとこう使ってますんで、しっかりとこうストロークさせて後ろしっかりと使ってスタビリティ性能というものをしっかり上げて作り込まれている車なので全く不安感というのはないんですが、まあ、4WD になるとより一層このレフのこうキャリアとか、まあ、その辺もね積まれてくるっていうのがありますんで、80キロ重くなってますんで、基本的にはこれ後ろ、まあ、ペラ車もついてると思うので、まあ、基本的にはこう真ん中から後ろにかけて80キロの重量増加っていうのがあるとは思うんですけれども、まあ、それによってよりどっしり感というか、まあ、車高はね高くなってるんですけれども、それ以上にこのどっしり感っていうのもしっかりと出ていて、なおかつこのスタビリティの高さというのもしっかりね感じます。タイヤのこう弾力性、グリップ性能、まあ、そういったところまでしっかりと感じ取れるような、そういったハンドリングをね持ってる車になってて、すごく乗ってて楽しく走れます。ちょっと話が騒音性と車の動力性能というところにちょっとまあはい、一緒に話をしてしまったんですが、すごく、ね、とにかくこういったワインディング路をこう走るという意味においてもすごく車が軽快で楽しく走ってる。で今ちょうどワインディング走ってるんですけども、今平均燃費がさらにまた伸びてまして 11.5 まで上がってます。なのでやっぱりガソリンのちょっと燃費の取り方がちょっとすみません、私悪かったのかもしれないんですけれども、ちょっとあれはおそらくちょっと条件が違うのか、ちょっと私の設定、私のちょっと乗り方設定がちょっと悪かったのかっていうところもあるかと思うので、まあ、あくまでも参考という程度で見ていただければと思います。非常に燃費性能もガソリン車で4駆ですから FF になるともうちょっと燃費性能としては高くなるだろうと思います。まあ、大体1キロぐらい燃費性能としては上がっていますので、まあ、そういった意味からも、FF だともうリッター13近いところまで燃費性能としては上がっていくと思われます。はい、あとは乗り心地的なところでいうと、こういった峠道とかですと、まあ、当然トラックもすごく多いですし、路面も荒れていたりするわけなので道が悪かったりするんですけれども、全くその道の悪さっていうものも感じさせない、まあ、そういったところは多分4駆のいいところなのかもしれないんですけれども、よりこの有効ストロークっていうものが上がってると思います。でさらに 15mm FF よりも伸びてるっていうことは、まあ、有効ストロークとしても、まあ、10mm FF の肉で 10mm 伸びてるってことは、まあ、単純計算、まあ、25mm FF と違うっていうこと、あ 15mm ですね違うんで、従来からすると、まあ、単純計算で 25mm ぐらい違うんじゃないのっていうことになります。
ますので、すごくストロークを持たせた足回りになっているので、これ多分しなやかにできるのっていうのがあると思うんですよ。でこのダンパー自体、このスプリング自体を低冷凍化してるっていうのは、まあ、以前も紹介したんですけれども、まあ、そのね低冷凍化がすごくこのしなやかさにも効いていて、なおかつこれ四駆なので、有効ストロークも稼げると、まあ、いうところで、これおそらくしなやかなんだなっていうのをすごくね感じるところにはなります。すごくこういった山道においても、まあ、すごくこう気持ちよく、フラットライトに乗れる、これはねすごくいいことかなって。正直思うところではあります。でこれガソリン車ですんで、まあ、前回のガソリン車でも紹介したんですけれども、アイドルストップっていうのはちゃんとついています。でアイドルストップ、まあ、した方がいいって場合もありますけれども、特に寒冷地とかになってくると冬場ですと余計にバッテリー自体の寿命が縮まってしまう可能性、これ一気に放電流がかかるわけです。そうするとすごい放電量になるわけです。それいきなり大きな放電量にしてしまうと、バッテリー自体もこれ1回じゃないわけです。で何回も何回もこれ放電してるわけですから、アイドルストップするわけなので、そうするとバッテリーのその寿命っていうのがやっぱ縮まってくるっていうのは、まあ当然あります。だからあまりその寿命を考えるのであれば、やっぱりバッテリーアイドルストップっていうのはあまりこう頻繁に使わない方がいいっていうのがあると思います。特に寒冷地なんかは言えることかなって思ったりします。まあその場合は別にアイドルストップ切っちゃえばいいんで、まあそういう使い方をするっていうのもありかなと思います。はい、さらにこういった今、林道みたいなところを走ってますけれども、こういったところでも非常に走破性が高い、いい車になってます。で私ノアボクシーも四駆 X という四駆を乗せていただいたんですけど、あれはね FF と比べるとすごく車のね重さを感じたんですよね。で最初の出だしのその重さみたいなのもすごくこうあったんですけど、このステップワゴンはねその辺がね全然ないですね。もう下手するとそんなに EHV 乗っててもその EHV とも大きく変わんないような、あの非常にあの瞬発力のあるあの自然なリニアなフィーリングで車がしっかりとあの発進してくれる。でちょうど今ね下り区間、よくありがちな下り区間になるわけなんで、これだいぶね燃費がまたね伸びてくるっていうところがあると思います。でこうエンジンブレーキをやっぱり使うわけなんですけども、こうエンブレを使う領域においても、今回転数がね上がりやすくなるので、ちょっとこ うるさくなるかもしれないんですけど、まあ、2500-600 回転ぐらいで、やっぱり FF よりも四駆の方がやっぱリアのスタビリティがね高いのかな。すごくこういった下りのコーナー区間においても FF よりもねこのね四駆の方がね結構ね気持ちよくね走れますね。安心感がすごく高い気がする。そのぐらい結構こう下っていくのにすごくこう快適な感じ、涼しい顔をして下っていける、これもね、1.8 トンある車とは思えないようなそういう走りをねしてくれるので、すごくキビ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 走ってくれる。で車高が高い、車高が高くなってますけれども、やっぱりあのこうフレの遅れみたいな、あのちょっとロールが大きくてフレが大きいっていうこともやっぱり FF 同様で健在になってますし、ちょっと U ターンします。これこういったところで少しもたつきっていうのがノア X もあったんですけども、まあ、ちょっと FF と比べちゃうとちょっとやっぱりこうどうしても駆動ロスっていうのがありますから、ちょっと重みっていうのはあるかもしれないですけれど、でもやっぱりステップワゴンの方が全然下からやっぱトルクが出てくれるので、そのもたつきの重たさみたいなのはもう確実にね少ないって言ってもいいんじゃないかなって思います。ちょっとこうペースを上げてもう一回走ってみたいと思います。こういったヘアピンみたいな、こういった S 字ですね、こういったところも難なくこう走ってくれる。もう結構結構いいですねこれ。
だから FF だとね、前だけでこう引っ張って走るんで、どうしてもこういった上りの走破性とか、うん、結構ね、前のタイヤだけだと、そうだとトラクションと両方をかけて走るようになっちゃうので、どうしてもね、あの駆動が足りない、あのトラクション性能としてはちょっと足りない方向ではあるんですけど、やっぱり四駆っていうこともありますんで、やっぱそこはね、ただ単に雪道の走破するっていうことだけじゃなくて、こういった山道、こういった田舎道を走破するっていうのにおいてもすごくね、これいいかもしれない、うん、なんかね FF に乗ってるっていう感じがねあんまりしないですね。これスポーツ四駆っていうか、まあ、多分生活四駆だと思うんですけど、でもねなんかね生活四駆っていう感じがあまりこうしなくて、すごくあの走りがなんか洗練されてるような、なんかそういった印象すら覚えるところがちょっとねありますね、うん。まあ、とにかくこの車なんか1800キロっていうなんかヘビーな車に乗ってるっていう感じがなんか一切しねしてこないですね。これすごいな。ブレーキもね、こういったところですと、やっぱ気になるところあると思うんですけども、まあ、ブレーキはもう昔からね、こんな非常に信頼できるブレーキを使ってますんで、特に問題はないということになります。はい、ということでですね、今回こちらの新型ステッパーゴンのエアーのガソリン 4WD、お借りして試乗してきましたけれども、いややっぱりねカルチャーショックというか、やっぱり車っていろんなところ走らせてみないとわからないなっていうことをやっぱ常々感じるんですけれども、この四駆のガソリンすごく僕はおすすめできる車かなということをまず一つ、今日、カルチャーショックを受けました。特にこういう田舎寒冷地、こういったところで、こういったワインディングであるとか上りだとか下りとか、まあ、出力トルクを要するようなところ、こういったところで走るとまあいうことにおいて、すごくなんかこう合わせてね作り込まれてるなっていう感じが僕の中ではちょっとこうありました。で、まあ、サスペンションに関してもすごくこういった路面の悪いところに合ってるし、当然乗り心地を良くするためにストロークを上げてるわけじゃなくて、まあ、こういった田舎道ですと道も悪かったりしますので、走破性を兼ねた上での車高アップっていうものをまあ測っていて、でなおかつ四輪駆動にしてるわけなんですけれども、それが功を制して乗り心地、有効ストロークを確保できて乗り心地にも大きく寄与してると、まあ、いうところもあるし、かつ生活四駆っていうその走破性、だから前が滑った時に後ろを押し出すっていう感じの、まあ、四駆にはなってるとは思うんですけれど、こういった下り区間でワインディングの下り区間なんかでもすごく車のそのスタビリティ性能の高さみたいなものっていうのがなんかちょっと FF よりも結構ある。まあ、FF もね十分スタビリティ性能としては高いんですけれども、非常にスタビリティ性能としてすごく高い車だなと。だから下り区間においても安心して走っていける、そういった車になっているので、すごくあのこの車いいなと思いました。でエアーの普通の EHV になっちゃうと B モードはついてるんですけれども、やっぱりエンジンブレーキに比べるとちょっとね弱いところがあったりすると思うんですよね。そうなった時にこれガソリンだったらエンブレちゃんと効くっていうのもあるんで、まあ、下り走るという意味においても、うん、ガソリン車の方が僕はすごくいいんじゃないかなっていうことをすごく感じました。ただこれを走らせるシチュエーションじゃなくて、キャンプに出かけるとか電気が使えないといった、まあ、状況っていうのも当然ながら寒冷地ではあったりするところっていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういった時ですね、そういった時にやっぱりハイブリッドの方がいいよねっていうところがどうしても出てきてしまう。
ていうのがあります。やっぱ給電してないといけない、電気をどっかからライフラインをどっかから持ってこなきゃいけないっていうのがあると思うんですけど、そういった時にちょっとやっぱりガソリンだと弱さっていうのがあるんで、うん、でもやっぱりガソリンがいいよねっていう人にとっては、うん、ガソリンでかつ今非常に売れているポータブル電源っていうものを常備するっていうことがすごくこのガソリン車を選ぶという意味においてはいいのかなっていうことをね、すごく僕の中では今回、カルチャーショックをこう受けて感じたところになります。特にこういったところがとにかく走っててコーナーリングするのがねすごくね楽しい車ですね、これは。うん、本当に全然せったかな感じでこうフラ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 全然しないですし、ステアリングのこのソーダの EPS の、こう送っていくときと戻したときのこのチューニングっていうのもねされてるということもありますので、その辺も結構効いてて割とこう安定感に寄与しているところというのがあるということなのかもしれないです。はい、ということで、今回は非常に、予想外だった、こちらの新型ステッパーゴンのエアのガソリンの 4WD、 こちらの方の、今回はワインディング路での走りのインプレッションについてお伝えいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。